あの日広島で起きたことを覚えてほしいのです。子供たち、全世界の人々に、あの日は地球上のどこであっても二度と繰り返されてはならない出来事のあった日だからです。あの日、1945年8月6日、恐ろしい光が広島の空を貫いた日のことです。神田和子さん、旧姓上田さん、当時23歳。神田さんは芝郡東城町の陸軍病院で看護婦をしていました。神田さんは8月7日、臨時テントで救護に当たるため、元町付近に入市しました。23歳だったと思いますよ。それで原爆当時はね、東条におりました。芝郡東条町。はい。で、そこで、陸軍病院の勤務ですよね、仕事をしておりました。その当時はね、原爆の人はおらんかったですけどね。それから兵隊さんで負傷した人が陸軍病院に入院しとる人を50人ぐらい一緒に連れて、その陸軍病院で勤務しとったんです。それで原爆が落ちたのは8月6日ですよね。それで広島が大変じゃいうことでしたが、6日の日はそのまままだ連絡も何もないですけどね。だから6日の7日か6日の夕方、6日の夕方だったか、そこがちょっとはっきり覚えとらるですがね、広島が大変だから広島へ救護に出なさいいうことで。そして看護婦、そうね、当直の人だけ残してね、5、6人と言わんか、一緒に元の赤十字軍病院の跡が救護所になっとるから、そこへ行きなさいいうことで、夕方出てような気がしますよ。だから、夕方出てね、へさかの辺までしかね、汽車が通ってなかったと思うんですが、まだね、広島はぐちゃぐちゃになった時ね。で、へさかで降りてね、ずっと歩いて白島を通って、元町の土手が臨時救護所になっとったので、そこへ到着しました。押して行って来た時にはもうゴロ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 、土手の下へね、みんなゴロ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 、負傷の人がもう山ほどおっちゃった。それでそこで、だんだん疎開しとる荷物を取ってきたり、毛布とかがあったんでしょう、どっかに。それを敷いてゴロ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 こう寝せて、そこで手当ていうことはね、あんまりしなかったように思うんですよ。とにかくたったたった次から次みんな亡くなられるのでね、ただこう並べてそれを見守るような状態じゃったような気がするんですよ。それで水水水水言われるから、水飲ますいても水飲ます入れ物がないですよね。それで何かこうなんか器があって、それをねゴム管を通して次から次こう渡していったような気がするんですが、目も鼻も口もないほど全部の人が火傷しとってんじゃけんね。ほんまそれこそ、しんどってんじゃないかのいうぐらいでしたよ。それでもう看護婦も服装も何もなしに、もうゾロ寝たかねんかわからんような状態で4、5日過ごしましたよね、そこで。そして係の人がどん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 その兵隊の名前を聞かれたんでしょうよね。私ら下っ端じゃったけ、はっきりそうな手続きやなんか知らんですがね、どん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 そのところところに寄って病院へ送られたよね。芸備線筋がね、ほとんど
第二陸軍病院の救護所になりました。東条から向原ね、茨市ね、ずっとあの辺が第二陸軍病院の収容所でしたよね。それで私らはまあ東条ですので、それで四五日か一週間おったか寝たかねんかわからんような状態じゃ、何日経っとったかそこまではっきり覚えておらんのですが、それでまあ一応どうにか落ち着いたので、救護した人は自分の受け持ちのところへ帰んなさいいうことで東条へ帰りました。それで東条へ帰って、もう引き上げどん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 送られてくる人をと、あの行動ですよね、広っぱ体育館やね、頭を並べてずっと寝せますよね、ずらーっと。そしたらもう次から次みな死んでいってでしょ。それでもうあのたとたと衛生兵さんがまあおりますよね、陸軍病院だから、その人らが片付ける。初めのうちはあれでもお葬式をしよりました、お寺を頼んでね。そしたらだん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 おつかんようになるよね、いっぱいいっぱい死んでんじゃから。それでどん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 第八車に乗せちゃう焼き場へ連れて行って、それで初めは焼き場でいいようにこう焼き寄られたけど、あしまいには間に合わんもんじゃけ、穴掘ってからそこでどん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 焼いていったんですよ。初めはね、まあお葬式じゃけみんな行って、あの拝みなさいことで行って拝んだりなんかしおりましたがね、あそれはおつかんようになってからとうとう山のへりで処分されたんよね。五両編成での汽車でね、全部患者さんをもう積まれるだけ積んで、から東条の駅着いて、それで警防団言うんですか、あの頃は警防団寄りましたよね。その人らが担架でどん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 病院まで担ぎ込んで寝せられる、しばらくしたらみな死ぬる、まあどう言ったらいいかね、まあ地獄よね、地獄でしたよ、あの頃はね。薬はね、あのただね、あの赤チン赤チン言いますよね、普通あれをサラサラっと塗って、からあのどういうんですか、チンクユユってね、白いネバネバの薬があったよね、軟膏みたいな白いのチンクユユって、からあの放酸かなんかなんかを溶いたような薬をね、それをチャラシャラっと塗ったような状態でしたよ。治療も何もできん、ただね、まあそれをサラサラと塗る程度じゃし、それで口ひげがこう伸びたらね、その間が全部ウジになった。口ひげ伸びるしょ、男の人じゃけん、でその間が全部ウジ、それを取ったり、でガラスが背中いっぱい刺さっとるのをね、こう抜いてあげるのがまあ仕事だったように思いますね。まあでガラスも刺さっとるのが四五日もしたら全部可能しておりましたよね。ほうけあのガラスピンセットでポンこうやって抜くのに、ほうけすぐ抜けるんですよね、歯可能しとるんじゃけね、生見えたっとってもそこが歯可能しとるから、こうね、こう海が溜まっとるよね、それこう何百言うて背中に立っとる人もおっちゃったしね。まだあの頃は髪の毛なんかは抜けんかった、まあ抜ける抜けんってやけど全部しとっちゃったっけ、よう分からんけど、何日か経ってか10日もまだも経ってからじゃないかね、なんか井戸の水が臭い臭い、おかしい、井戸の水がなんで臭いんじゃろうか、はあはあ、これあの汚れ物をねあそこで洗うからこれで臭いんじゃないかね言ってから思いよりました。それから四五日もしてからなんか井戸の中へ浮いとるようなよ言うとでね、ほいで衛生兵さんがこうじーっと見てね、見たらなんか浮いとるよいうことで、ようこすかしてみたらね、なんか人間が浮いとるような状態じゃったんですよね。ほいでまた衛生兵の人がこうあの綱を伝ってね、下へ降りてみたらやっぱり死んで、頭の上がねのじとったんよね。それでもう包帯をこうしとっても水で歯膨れとっちゃった。それでその前にねカルテと人数とが合わんのんですよ。それでおかしいね、どうしたんじゃろうか、どうなったんじゃろうかってみんながまあ思案しおりましたがね、結局まあ井戸へ落ちて亡くなっとっちゃったのが分かったのが4、
4、5日も経ったんでしょうね。あの臭い水をそれを全部それを私ら飲んで、給食の人も全部それを使いよったんですけどね。正直 どこのどなたかは分からん。とにかくまあ軍隊の人じゃあるんですよね。地方の人は収容しとらんかったんですけどね。そこへはね、病院にはね。普通の人はどこへ収容されとったんか、お寺の方へおられたんでしょうがね。それですよ、水飲みに出て落ちられたのかどうしたのか、その原因は分からんですね。それも日にちが経ってからじゃけね。病床日誌と人数とが合わんのでどうなったんじゃろうかいうことで、これもおかしいね。どん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 こう焼き場に連れていくときには名前かなんかもみんな控えてやれしたんでしょうがね。私らは下っ端じゃったきね、そういう名前を控えてどうすることもできん、ただ運び出すような状態じゃったきね。これまあ上の人がみんな名前も控えたんでしょうがね。焼く人の名前もわからんよね。私らじゃわからんかったですよ、どん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 運び出すばっかりで、私自身はね、別にあのまあ体具合が悪いいうようなことは、まあ気も張っとるしね。あの当時下痢しましたかどうされましたかってよう聞かれるけど、全然覚えてないですよね。必死言うたらおかしいけどね、まあ便所あの行かれても手が両方小顔にしてからもう赤チンとね、あれで塗ったるんじゃけ、便所行っても洋拭いちゃない、それを一生懸命拭いたり連れて戻ったり、ほから夜寄宿舎へ帰ってね、ほからまたこの朝行ってみりゃこの人もしんどってこの人もしんどっていうようなことでしたよ。ほいであの行動ですよね、体育館じゃけ大きなこう黒板よね、黒板があってそこへこうすがったまんましんどる、ほから階段がある、そこへもこう突っ込んでしんどる。まあほんとほとんどの人がね、1ヶ月ぐらいの間にみんな死んじゃったね、何人収容されたかそこまでははっきり覚えておりませんがね、まあほとんどの人が亡くなられました。これでまあ元おったほじゃけあの元気な兵隊さんやね、原爆に負ってない兵隊さんらもみんなこうあの手続きで自分の原隊の方へみんな帰られたよね。これで10月頃そこを閉鎖したんじゃろう思いますがね。それから向原帰ったじゃけんね。で向原じゃまだ負傷の人がいっぱいおられました、あの髪の毛がみんな抜けてね。これであの向原で給食でなくてご妙薬おじさんがおっちゃった、本人の時にね。そのおじさんがまあ元気でおっちゃって、まあおじさん元気って言ったら元気でおるでって言っちゃって、それから 2、3 日したら顔が見えん、あらあのおじさん死んじゃったんというような状態でした、それで小務室にね、やっぱり神田さんいう事務員さんがおっちゃった、その人とも出ようてね、そしたら髪の毛はきれいに抜き取ったですよ、三角巾かぶっとっちゃったよね。その人もじき亡くなられたんでしょうよね。112班ってね、あの、まあ、日赤はね、あのこうグループになってるよね。府庁さん一人と子分がまあ20人なのね。それらで動くのは全部トラックへ乗って動いとるから、広島市内の中の方を走ったりいうことはなかったですよ。だから広島駅からずっと宇品へ行くのにはトラックで行ったように思いますがね。それで途中でね、休暇だったか何だったか、観音町の三菱にね友達がおって、その人どうしとるかねいうことで探しに行く途中、肺がもう背中いっぱい止まって、それをこうハンカチでおいおいって、からまあお昼で弁当食べりゃいいがね、言っても食べられるとこがない。ほいでこうあの観音の橋の欄干のところへ座って、やっとおにぎりかなんか食べた覚えがありますね。ほいでこう道を歩き寄るとブーンと肺がわーっと高っとる、そしたら死体がまだ残っとる、ね、1ヶ月経ってもまだね肺がいっぱいおりましたよ、それとほいて東条へおるときに
板間じゃったっけね、のみがいっとったんや、のみが。まあのみがいっぱいおってからね、当直で夜起きとるのにざわ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 のみがこれいっぱい登るようになりましたね。でしようがないけ、机の上ねの書類はみんなのけて、その上座っておったような状態もあったですね。まあ想像がつかん、のみがいっぱいおったね、まくって。そういや宇品の病院へ帰ったのは随分後の話じゃけんね、原爆すぐじゃないから。東条で一応落ち着いてみんな現代へ返して、患者さんがおらんようになって宇品へ移動したんですよね。だからその時もまだ軍隊の私らの席もあるから、個人で移動した覚えはないです。だから広島市内がぺっしゃんこで全然家も何にもないいうのは見ましたがね、おじゃがこうあれはないですね。38年からあの市内の病院へね、まあ、看護婦免除持っとるんじゃから家におってもしょうがないけ、百姓しとってもしょうがないけね、勤めたらいうことで勤め出したけね。それからじゃから、まあ、病院へ勤めよるんだから、まあ、体の調子がどうのいうことは思わんかったですよ、うん、毎年あの原爆の検診受けますがね、まあ、ちょっと初め血圧が低かったよね。ずっと100なかったぐらいですよね。それでまあ白血球が随分低かったですけどね。それであの、まあ、勤めとる病院の事務長さんがね、あんた白血球が すごいあの低いけ、それであの原爆の管理手当を取るような手続きしたらどうかいうのが事務長さんの方から私の方へあって、で事務長さんが手続き取ってくれて、それであの原爆の管理手当が初めは白血球の減少症いう病名で原爆手帳をもらったんですよ。だからなんか貧血いうのは確かにありましたね。それとあの長女を妊娠してからね、もうすごく貧血がひどかった。だからあの私は田舎ですのでね、可部線の汽車への乗るの一駅でもね立っとられんほど苦痛だったんですね。それが正直22年ですか。だから今考えてみたら、あやっぱり原爆でそうなっとったんかね思うくらいで、その当時は原爆症がどうのこうのいうことは考えとらんけんね、分からんのじゃから。まあどうしてあの核兵器をやめにゃいけんのかいうことを、しょっちゅうしょっちゅうやめてくださいいうことを、まあ日本はこう告げとりますよね。それを無視したようにやっぱり核兵器の実験じゃどうとかいうのがあるけども、どうしてそれをやめられないのかが気になりますね、うん、核兵器をいつまでも、でも戦争はせんでもええ言うても向こうの方じゃ戦争したりしよるでしょ。どうしてそれをやめられんのか思いますね。よ、新聞でもラジオでもしょっちゅう核兵器の実験がどうのこうのいうことがあるけども、どうしてそこを、ね、みんなでこうやめるいうことができんのか思います。そのぐらいしか私もよう分からんね、説明ができませんよね。まあ世の中へ、まあね、まあ日本だけが今平和になっとるんでしょうが、外国の方じゃ戦争したりしておりましょう。やっぱりだって核兵器の実験をするじゃやれどうやらなったとか言って、ああいうことをなんでやめることができんのかね、お、まあつくづくそういう感じしかね私らには分からん、うん、神田和子さんの被爆証言でした。